大谷翔平から、17、受け継ぐも、わずか3ヶ月で放出、メジャー上がれず、著しい低下。大谷翔平投手が去ったエンゼルスで、背番号17を継いでいたハンター・ドージャー内野手が自由契約となった。エンゼルス在籍中に史上初めて2度の満票 MVP を成し遂げた大谷の背番号を引き継ぐ形となり、あっさり譲渡したことが当時話題となっていた。これが大谷ロンダリングですか。ナンバーロンダリングというか、これで気軽に17番を付けられるなと思う。しかし、簡単に番号を渡したなと。アメリカではそんな文化なんだろうか。日本ならよっぽどの選手が出てこない限り数年は空き番の気がする。下手したら準永久欠番。多分27の次か同等27のシャツが売れてるよ。大谷に敬意を表して番号開けとけば変に愛着湧いちゃった人が大谷がいなくなっても応援してくれたかもしれないのに、その人たちに後ろ足で砂をかけ、番号を継承した本人は低成績で DFA。 考えられる中で一番最悪な結果引くとは、さすがエンゼルスやね、アメリカじゃビジネスだからこんなの普通なんだよ、わらなんて逆張りしてた人たちから刃物の見事に忘れ去られてるし。読売が、早々に、新人大谷、55、を渡した件を思い出すなた球団ですら、55、をリスペクトしているのに。エンゼルスにしてみてれば出てった選手の背番号なんてどうでもいいんですよ。長年いてもらってすごい功績を挙げたわけではないし、トラウトなら別。エンゼルスはチーム作りも話題、栄養も下手なのは変わらないな。大きな変化かオーナー、GM が変わらなきゃ、いつまでも。日々試合をチェックしてますが、ドージャーの名前は全く見かけませんでしたね。ピラーを獲得する前かな。大谷のおかげで増えたエンゼルスファンはもう全員くら替えしちゃったかな。別に背番号を受け継いだわけではないでしょ。別にはイラももう大谷がいなくなったエンゼルスの試合見ないだろうし、別にね。